哎，现在要干嘛？引出松金组。好。也不知道做什么，随便。松金主不在这边吗？在这里。这里。好きだらけだ。どうやったらそんな風にできるんだよ。我只是在路上随便乱晃。いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中がいね。安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。任せとけ。ただこの後何があるかわかんねえからな。合間見て腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。おい、聞こえるか、ターボ。あよ、来る。どうかした、カイトさん。松金組の連中、食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか？ん？例えば、どんなのに？喝酒变得醉醺醺的。好，那就吃那个章鱼烧。Tender你得行ってみるか。啊？需要去 Tender 吗？不是去银塔口去那边吃几个章鱼烧，配个什么秋嗨，不就 OK 了？脚嗨啊，不是秋嗨，脚嗨。小孩到底是什么东西？他说：“啊，遇上了一枚荔枝，对对对对对，就是一枚荔枝。”哎，玛丽姐。Double。哎呀，阿龙过得好吗？你好啊，玛丽姐，你的工作还是一样的顺利吗？那当然了，你以为自己在跟谁说话？玛丽姐。啊！这时候触发他的支线了，真不愧是玛丽姐，教教我长胜的诀窍吧。这个嘛，应该是洞察力。洞察力就是从对方的动作和表情等看出各种线索、啊。我就是从这样决定定胜负的时机。哎，戴安安，哦，真厉害呢！你既然是个侦探，应该也多少懂一点吧？哈哈，大概吧。哎，要不要试着和我较量一下、啊？和玛丽姐，对啊，那里坐了一个上班族男性，对吧？来打赌那个人再喝几杯就会起身去上厕所。How do I fucking know？ 咦，那个人吗？我认为再三杯哦。呵呵，这没办法，给你点提示吧。那个人才刚去过厕所、哦。好，阿龙，你觉得那个人再喝几杯会起身去厕所？这个嘛，让我稍微想一下，观察那个人有什么，想想有什么提示吧。多。他喝了这么多呢？那个人喝什么？老板，那个人喝了什么？哦，是红眼。什么红眼？红眼是混了番茄汁和啤酒的鸡尾酒。哇，这两个都超利尿的。哦，啊，没错。番茄汁富含钾，其利尿作用非常有名。这样呢，或许会比玛丽姐说的三杯更早去厕所。好，凑齐推测需要的资讯了吗？喂，阿龙，你要想到什么时候啊？啊，抱歉，已经可以了。
那就来赌吧。阿龙觉得他再喝几杯会去厕所，两杯，我认为他再喝两杯就会去厕所，也就是比我预期的还要早去厕所嘛，很好。输的人结账啊！啊，老布，喂，阿龙，玛丽姐今天喝很多哦，真的假的？呵呵，来看看究竟如何吧。啊，拜托，让我预测中吧。喂，老板，再给我一杯相同的，好、哦。好，喝掉一杯咯。呵呵，照阿龙的预料，预测，他已经喝完下一杯就要去厕所了，来看看究竟如何吧。如果是我是那个男的，我就直接没有，这是支线，我原本主线刚好在这个地方，然后就是进来这边刚好触碰到支线。老板，借一下厕所啊、请，完蛋了，一杯，哦耶，中了。哎呀，我预测错了，阿龙很行嘛。阿龙为什么觉得他会比我预测的还要早去厕所？因为他喝的是红眼啊。红叶里面不是加了番茄汁吗？番茄汁富含具有利尿作用的钾，我才这么判断的哟。我对你刮目相看了，侦探不是当假的。咖啡因不是也会利尿吗？哎呀，也没什么、啊。呵呵，有兴趣的话再来玩哦。好浪费时间，我要喝酒。老板，我要喝酒。啊，这样就喝酒了？我现在有，现在有。一个醉酒醉的程度，不够醉。哟，随分のんびりしてやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。没忘没忘。お前はハムラの手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。もういっそ松金組の事務所に勝ち込んじまうか。好啊，走啊。いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあ、よし。こんな手はどうだ。干，海豚又出一堆馊主意。松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に。ヤガミが来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムラのとこまで行くわけだ。なるほど。そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな。アルヴィン。なんかまあ。前通りのキャバクラ。アルヴィンかな。オッケー、わかった。行ってみ。公关部。吃太真的好想吐哦。哦，到了。Hop and standing bar, beer, Alvin, ale。是 ale 还是 ale？ ですからちょっと難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。当然だろうか。そんな。ターボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああ、そうだね。ここは一つ。请问他的背后那个，等等，请问这个小混混背后的那个棒球外套，是针织外套棒吗？针织外套。后面是名，后面那个英文那一串是 Scorpion Bitch 吗？还是 Scorpion Bito 啊？海斗桑，我看错吗 ？Scorpion Bitch。嗨嗨，ちょっと。哦，是 O 啦，靠北，我以为是 Scorpion Bitch， 我想说傻笑。Scorpion Bitch， 蝎子婊子。なんでこんなところに？一般人に凄んで何やってんの？まったく。てめえに関係ねえだろ。ほらまたすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ。お天使どうす。ぶっ殺してやる。ぶっ殺してやる。
骗人真的好做。喂，あんたら。田村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。田村の頭？本日新闻：阿兹海默症新药。这不是上一章的东西吗？就是主线没变呢、啊。哦，そうかも。カイトさん、他に欠持ちしてる店知ってる？できたらいくつか。是打哈欠。是真的？真的假的？今天有、哦？请问这就是共识性吗？你没有看刃牙吗？共识性？真的假的？奇幻罗曼史跟什么香田巨浪？但是只有初期可以减缓症状。哦吼，减缓，然后不是治愈，是不是？不是减缓的药不是本来就有了吗？还是新的更厉害？这东西应该没办法治愈，是吧？那个阿多德克奈哪有那么神啊？お兄さん、一発どうですか？いい子揃ってますよ。このお店の人？ええ、お兄さん、寄ってってくださいよ。サービスしときますから。ここって松金組がケツ持ってるんですよね。え？え？何ですか？揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いや、特に深い意味はないっすよ。それじゃ、俺はこれで。好、这边这样就够了。去下一个地方吗 ？OK。下一个什么？香田巨浪，还是什么罗曼史什么的？あそこでタバコ吸ってんのは店員か？声かけりゃわかるだろ。たく人使い荒いな。いいからさっさと。はいはい。刚去吃了水果沙拉，好赞。沙拉。この店員さん？啊？你是淋什么酱？你有淋沙拉酱吗？我超喜欢柚子和风酱。お兄さん。我吃沙拉如果吃生的。不配酱，我吃不下去。沙拉酱肥肥，可是就是那个肥肥的味道才好吃。我就是馋那个肥肥的味道，那个油脂。不然那个菜都吃起来生生的，没料。不是没料啊，没意思。一定要搭配油油的东西，没错，就是那个沙拉酱。但我不喜欢千岛酱。我喜欢和风酱，尤其是柚子系列的。
烦哦，人那么多啊，精兵同盟也太多了。完了，千岛好赞哎，会吗？如果跟千岛比起来哦，我比较喜欢凯撒沙拉酱。哎，凯撒沙拉不是还在放那个类似像面包吗？就是法国面包那酥酥的那个面包块。哦、oh, ，damn 好吃，就是 god damn 好吃，那吃起来脆脆的，咸咸的，哇、wow! 哦、欸！哎 ，fantastic romance， 啊嘞。今日もご苦労様でした。お、次支払い遅れ。那么你今天有看到这个新闻吗？阿兹海默症的新药。今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おいタボ、ちょうどいいじゃねえか。有今天、哇塞。挨拶。这跟我刚刚讲的一样，这就是共识性。すいません。我 Liquimbi， 是这样念吗 ？Liquimbi。ヤガミ。あれ、松ヶ根組の。要的名称。お。こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません。なんだと。阿兹海默症新药 Leqembi 获美国 FDA 获准。新药真能延缓退化，有哪些副作用呢？看一下。他说可在18个月内延缓病情恶化5个月，什么意思？18个月内延缓5个月是什么意思？把你牙齿揍断！他说台湾最快一年半后引进。他说只能延缓初期的症状。他说对中期、对中度的阿兹海默症患者目前效果不佳。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ。哎，等等，真的是跟人中之龙讲的一样。他说阿兹海默症生物的特性是，就是。它是降低就是它的那个类淀粉蛋白的沉淀，并减缓记忆力以及思维衰退的药物。哦，是这样哦。你看这个游戏真的是有料哎，他讲的是对的，那个沉淀蛋白，那个蛋白质沉淀。哇，他这个病就是这样啊，是没错了。哇，一年只要26500，然后每两周一次静脉注射就可以延缓了，好厉害哦！但是它有副作用是脑出血跟脑水肿，哇，会脑出血、啊，好厉害啊、哦！各位医生到现在都还在救人。只是很多药物做出来之后，然后原本是为了救世，然后要来拯救世人，那就被那些药厂啊，被企业把持住。哇，大家要吃那个药就要花一大堆钱，可怜。我记得哪一个药不是就这样吗？是胰岛素吗？不是原本就是说是为了拯救糖尿病患者。然后就哇，企业把控。わかった。初衷是好的啦，然后但问题就是，哇，企业直接炸，大币就是什么，就是带死翘翘。研发性要花很多钱，你还不能保证药有效，是没错。快跑哟！
这间是什么？哦，这间是寒来，这间不用再来了。只能等专利期过，然后学名药厂去做学名才学名药才会变平。哦，是这样吗？敢要追多久？问号。够了。Stop it. Get some help. 一只寿司好了。哟，タボ、賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうし。人気のな。チャンピオン街のあたりがいい。我刚才想到冠军街，人烟少的地方，冠军街。他跟我想的一模一样啊！看来我真的已经是这个游戏里面神士町的住民，太熟了。When I walking down the street， 寿司三昧。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。好吃。ありがとうございました。ありがとうございました。哎，你们有没有发现这个主线比较长？我总觉得人中这种主线相对比较短一点点。你们有没有这种感觉？除了林代啦，除了林代，我觉得木村这边的主线蛮长的，还是说繁琐？海斗さん，完了，那个讯号被拦截了。見られてる感じがするんだけど。聞こえてるか？完了，谁？哦！喂，海斗さんどこだ？こっちだ。待ってろ。海斗さん。然后就他带了另外一批人，靠背。あんた敵連れてきちゃってるぞ。没特别注意，你只觉得比人龙严肃，严肃很多。等一下，忘记了这个可以走。来，要不要去死？どうしたおら？どうしたこら？捕まえろタボ。田村の居所を吐かせる。这一张引蛇出洞怎么是那种烂 game 合集啊？怎么会这样？不能一直追逐跟踪呢。很烦欸。他一定要让我冲过去呢，为什么？来，抓到了，抓到炸弹魔了。来，你要喊，这是我的能力。もう諦めろよ。ほら、捕まえた。
先踹他鸡鸡，快点！お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ。八神。なんだと？あ、罠。おお。この間とは形勢逆転だな。或者是这个新药研发药厂是日本和美国一起合作，哎，现在是合作一起。哦吼，大家都有枪，然后都很蠢，都不开。哇，阿东被揍的半死。我有预感，阿东要死了。啊，老爹，你在干嘛？还是老爹也是人质？手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた。羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ。干，你敢指你老爹啊？こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。あるしょ？にしろこの野郎。親父に10年間向けんじゃねえ。よせ、カイト。誰に向かって口出てんだ！カイト、カイトさん。好痛！哦，好强！ヤガミさん，快跑了，跑了，跑了！カイトさん，ダメだよ！今は僕についてきて！这点距离也会射歪烂炮兵。然后你看，请问他们是刚落地的？他们刚落地吗？请问他们是玩 Apex 然后刚落地，然后就捡到一把 P2020， 然后里面没有备弹，这样请问是这样吗？才打几发啊？三发啊还四发而已呢，就没了。2450归零把全部脱了，真的欸，还拿手枪，也不会中，可怜。大丈夫，三发装子弹，三发装子弹，枪线预备了，前线预备。羽村に脇腹を撃たれて、ヤクザたちに捕まってた。その後は、分かんないよ。早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？我窃听器。ずっと松金組を盗聴して。是不是？そしたら組員が集められだしたからさ。懂力好难哦，呜呜呜！真的、啊，这次真的是超难的。我觉得开心打就好了，不要去卷。这是给课长老师们打的，不然就是超级欧洲老师在打的各种重力战。我们这些蹲蹲非洲老师就算了吧。じゃあもしかしたら海藤さんもそこに。どうかな。そうとは限らないよ。ただ、カムロ町。你在想要不要把碎片all in给谁？阿鲁的话可以啊。なら考えるの後でいい。行ってみよう。如果你有米诺里，就是那个工头布丁工头，你也可以试着砸看看，那只蛮强。阿鲁跟团长，我觉得阿鲁可以。虽然阿鲁可以浓，但是我觉得阿鲁直接母上去，母到专二，非常非常的强力。啊，你剩下浓就浓专三这样。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れて来られてる。因为阿鲁如果专二的话，可以无脑打这个。今のうちなら、真的。向こうも油断してる。也不是无脑，就比较轻松啊。蹦个五六枪，这只王就结束。ヤガミさん、準備はいい？好啦，准备好了 ，Let's go。啊，但是你还缺爱用品。
你的礼物就是为了现在而丢。加油。てめえ、ヤガミ、なんでここが、くそ。三浦，你把我的子弹全部吸掉了。20-25要喂超多，你每天都有制造吧？应该不缺吧？而且现在每个活动任务不是都会送，就是你如果你愿意用就是素材换，你可以换十个。我觉得要的话就 all in， 没差啦。但总力战就是那么难打，真的，我觉得母上去值得。阿鲁真的很强，到现在还在笑。よし、もう少しだ。よし、よし。好耶！团长母上去是为了撑到 P2 之后。哦，看怎么是这个蛇精男。啊、他真的长得很丑，不是很丑啊，很怪啊，不是很丑。哇、哦，他变短刀了、欸，手杖男。啊，再见。I did。对啊，团长很强啊，可是他大概要40秒才会一个轮回。你说的4 DP 是40秒一个循环，他 EX 要去维持30秒，然后过了10秒之后才会放他的 normal skill， 然后再给多给10秒的那个，因为他过了10秒才会多给两个 debuff。お前ら死ぬ気で時間稼げよ。嘿，怪啊，这个人到底是谁啊？哎呀，桌子。额头好宽，多踩你几下。哦，我的致命伤好多哦。またせたな。またせたな。哦，长枪哎。有没有回血的东西啊？毒蜜的羊根。哎，我觉得不要，主要不是额头宽、发线高的问题，我是觉得他本来脸就长得蛮奇妙的，有点像外星人。これじゃやれねえか。然后跟他的声音也不搭，很怪。啊、我不能拿他武器，血！来，再来啊！那烟灰缸砸你！啊，不能拿，血！うわ、暗っ。ヤガミさん、電気。こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってよ。開燈啦！ありがとう。看，连开个灯，你还要一个动画，是不是？靠背。くそ。もう少しだ。よし。よし。もう少しだ。よし。啊，轻松轻松。
三浦是要死。嗯，没东西可以拿吗？这边应该给我一个什么补血的东西吧？啊，又是他，好烦！干，他就这样直接走了。然后动作都一样。干，我觉得这段充满着贫穷的味道。好不好？前面把钱都用光，我觉得后面这几段好敷衍，真的好敷衍啊！哎呦，帅！哦，没事没事，收回前眼，这边有帅。SRBI 哦，枪哎，洋枪啊，洋人的东西。在射啊，在射啊！妈的，你血多还是我的一闪的那个热血条多啊？你有没有玩过春丽？你们玩过快打旋风啊？你错过啥？没错过什么，就是海豚被开枪，被变变，然后现在要去救老爹跟海豚。这剧情蛮不合理的。ヤガミさん。はいはい、元気だろ。分かってるって。你们知道这段为什么开灯也要就是一个一个小过场？我真不是很懂，为何？半公里。干多高啊！这栋建筑，我有点不耐烦了哦。然后等一下要遇到蛇精男，对不对？看有谁箱子会摆成这个样子？哎，很像便利商店的储藏间就会摆成这个样子。没事，你没有在便利商店工作过吗？那个仓库就是这个样子哦。精力饮料满。全脸福利小小福利 ，one to 福利 ，one to 福利 ，da da da every day。从这边过去吗？福利小小福利小福利福利小福利小小福利。商场走到鸡巴仔。没办法，我觉得全脸真的是功能也越多，多到就是我觉得店员蛮可怜，好辛苦哦。还要问，就是你在结账的时候，还要问你要不要 P 叉配，要不要载具，然后还要问你说什么要不要来一杯那个啊，我们的那个咖啡啊，好可怜。曾几何时，现在全脸的店员要帮别人做这个用咖啡，请支援收银。他说我真是耐打的家伙，然后又比了同样的姿势，然后走掉。哇，到底谁耐打？看山姆直接在混。他们在混分，
学长要先问八百个问题。干他离开还锁门哦，这个人太垃圾了吧！干要怎么用？もう少しだ。よし。よし。もう少しだ。開いた。好、哦，特殊过场。遅かったな。待ちくたびれたぜ。杉浦。哇，被抓住了。僕のことはいいから。八神さんは海藤さんを行かせると思うか。啊，变两只。啊！他把他敲断了，然后呢？干嘛？扎下！哈哈哈哈哈！やっぱ本気でやるときはこれだよな！扎小啦！为什么定不住他？他是看不到是不是？我的八神是看不到是不是？我怎么没办法定他、啊？我的角色没办法追尾，你有没有看到？他没办法定位呢？你有没有看到八神没办法定位 ？What the fuck？ 但我应该先开灯的，白痴。还是剑魂。ハムラ、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎。この野郎。海藤さん話せ。てめえが指図できる立場か。哇，已经失血过多了。おい、呼んでるぞ。ついだ。てめえ、さあ前見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。把枪开完啊！八神在干嘛？帅帅，好帅这几拳。跟我一起打。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。干，真的像夫妻耶，这两个人。やってやるよ。飘出了假位。てめえはダブリ殺し。假位先。他怎么脸？他怎么脸？刚被我打了，马上复原。你以为在西装再掏出另外一把？干！洗的烤啊！洗的烤！醉啦！干嘛？那踹要踹到底吧！哦哦哦哦哦哦！这是一般人做得到的事情吗？啊靠哟！我一拳好痛哦！你有没有看到半血不见哎？哎，等，我要死了。
発？给你耗一下时间。哎，想干嘛？那个是无敌的。你可不可以确确实实把他干掉啊？木村，拿枪打他脚也好啊。終わった。杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの？まったく。我记得失血不是过了差不多十几分钟，不是就挂了吗？手かすぞ。東。是吗？失血差不多十几分钟，我们应该就挂了。哇，老爹，不要再闲话家常了，快点带他去看医生。外にバンが止めてあるから。早く医者のとこへ。俺はまだ用が残ってる。哦，要跟老爹打是不是？哎，老爹要动手了吗？もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは。殺したって止まりゃ死ねんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。快点开枪！开枪！木村。よ。まだ口は危険だろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力。来射一脚，射脚上，射脚上。快点。五十万のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいない。打死狗。親父、俺がここで死ねばまずいことになる。老爹、I don't care。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり、俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい。老爹、操！モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？我倒要看看宇春能撑到什么时候。你开一枪，他就会说了。真的，木村，听我的，听我的。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞこら！快点！さっさと弾け！开枪！开枪！开枪！如果是我就开了。我不会打头，我会打手，不然就脚。哼，大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。什么时候？什么时候拿完子弹的？老爹，他是魔术师吗？襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所。你会先锯手指，那个、啊、拿那个铁钉从指甲缝打进去，看他能撑多少只手指。教令会のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らない。早灌盐水。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。这老爹，那时候看起来好凶。他平常的一副真的是臭老头的样子。
强迫玩魔界咕噜，哇，这是酷刑，没有强迫你玩，强迫你玩 Elix 核心元素。よう来たな、ハムラ。ずっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか。俺は初めまして。せやけどあんた、登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？啊！哎，我都忘记他们是东城会的靠背。哎、欸，我都忘记他们那个松金组是东城会的。我对不起各位。招待を吐かせて。その間だけかくまってもらえるか。どうなんしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの矢神。俺は。お前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったら、そいつを先に返させてもらおうか。但我现在有刀有枪哦。不要那边跟我那边瞎鸡巴乱讲话。先にあんたらが首をさらおうとしたんじゃなかったか？ってことで、俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり、一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら、ハムラは俺らによこせや。可以啊。いいよ。我没有什么损失哎。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。好高哦。那个宇春大概190吧，好高哦。哎，这张没了。Sure。这张没了、欸、各位，那我要关台了。好少这一张。その裏で暗躍するモグラ。真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、怪盗の流したちと引き換えに大きな収穫を。我觉得这张太多烦躁的东西，观感很差。这张的观感很差。难得就是九张这么精彩，这么棒。事件のベールを剥がしていく。对对对，就秀了一把老爹子弹模式就没了，真的。干好烂哦这一张。哎，不要后继无力呢，不要后继无力哦。Back stage, back number, 噔噔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 噔。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。はじめから行こうか。まずあんたらを。这边还有剧情可以看，我们来看一下。アドデックナインのショーノだ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど、俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当てて。え、我们来拆拆看の。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ。你派鼹鼠犯下第一个案件是神室町护理师纵火命案。没有没有，是副会长命案，副所长命案。創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、ハシキが殴り殺された事件だ。ハシキは梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデックナインのアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデックナインの開発者であるショーノには絶対に知られたくない秘密があった。だからショーノはハシキを野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラはハシキにとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それがショーノに依頼された
モグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。ヤガミ、なかなかええ仕事しとるやないか。他妈少啰嗦，我就是这么厉害。俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。靠，现在老天怎么这么邀功？问号。さらえ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おお。来来来来，再问再问再问，啊！鼹鼠目前在哪里 ？Say it。モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ。笑話。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。乡下黑道。モグラは何者なんだ。ただの殺し屋。そもそもあんたはどこで奴を見つけた。うん。拷問道具は。哎呦！哎呦！剪指甲喽，不对，剪手指喽。待って。ちょっと待て。遠慮すんなや。我还有更棒的。喜欢。モグラは。我开始喜欢这个角色。モグラは。あいつも初めはカムロ町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。他有师傅。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。鼹鼠的师傅，你们觉得是什么？正直。地鼠。師匠より断然仕事ができてな。米老鼠はね。流してくる情報は確かだし、茶化だの、偽造書類だの、他のどんなやべえもんも、我会让你消失不见。してくる。ミスカー、モスカー。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町で。法务警告。没事，所以我才没有继续讲下去。20年近くになる。うん？話続けないと。继续说啊，来，剪他，剪他脚趾，快快快。俺が松金組の若頭になると、モグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに、度胸も根性も座ってる。そのうちやつは、会不会打开了那个头罩，出来是 John Wick？ と言い出した。そん時は。ついに来たと思ったよ。是鼹鼠主动提议开始接杀人的工作，这下都分不清楚谁比较像黑道。殺しについてはさすがに俺も。哦、Are you sure？ だが、やばい。你在放屁，宇春，你就是个烂人。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。闇のルート。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だ。题外话，我觉得现在不管是哪一间便利商店的凉面，我觉得都面都好好都揪成一团呢。以前的面还分得开，现在都不知道怎么揪成一团了，我就觉得不好吃，面体变得不好吃。就算酱很有味道，我就觉得现在凉面的面不太好吃。小さいしのぎで生き残れるほど。要去那种专卖那种凉面店去买凉面吃比较好吃。組の看板守りには。金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ。要是像海豚一样只会装模作样，海豚干！你要一母阿鲁上身，可以可以，值得，真的值得。登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも、俺ずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。没错，现在你在对话的人是我。もう一度、
あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は正野から？まあな。ただし直接接触してきたのは正野とは別。还有中介人谁呀、啊？哦，原来如此，是那个中介人担任神室町黑道和新药开发工中心的桥。我怎么觉得就是那个啊？来，嫌疑人第一，黑岩警察那个警察署长。二，那个干那个什么什么什么大臣，有点像我们卫福部那个什么大臣，感觉就这两个其中一个啊。所以说。完，我，然后我刚猜完这两个，然后直接失算。愛想笑いが、失踪。顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で橋木の殺しを受けた。他是不是有五个兄弟？傻笑。目を引かないように殺せと。まあな、その仕事で西松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック内の実験台にする人間の調査。哦，所以他们真的用人体实验呢。その始末だ。就是那几个黑道嘛，对不对？干，那我继续看。教令会のヤツをさらえだと。殺すんじゃなくか。その通りです。報酬は。看这个男的，看起来真的蛮鸡掰的。感觉很像。冗談だろ。银行里面会出现的经理。没事没事没事，我什么都没说。この間の殺しが1000万。それがなんでさらうだけで1億なんだ。それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのか、まだ我々にもわからないんですよ。你看为什么会有这么多钱呢、啊？所以我的猜测是不是对的？就是有政府当靠山，他们才有这么多钱嘛？就是那个后生劳动署吗？后劳省的那个后劳大臣在他背后当靠山，他才有这么多钱嘛？是吧？不然还有另外一个势力是哪里啊？再多一个势力，我觉得就有点怪怪的。你看嘛，共理会，然后那个松金组，然后制药中心，对啊，这三个势力在搅和在一起就够复杂了。我觉得就只能把国家牵扯进来，就是后劳省的那个后劳大臣，是吧？国家公然暗杀别人，可能暗地里和美国药厂，哎，也有可能。查下去动摇国民，所以我觉得最后结局是不是 bad end？ 就是哇，我们最后也没办法把这事情爆出来，哇，国家直接炸开。这是世纪丑闻。それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは？ヤクザ一人殺すだけで。孤王一清风。あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。はい。話が見えねえっつってんだ。讲清楚。舐めてるのかてめえは。讲清楚哦。私は末端の人間にすぎません。ですが、私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し。組織を脅かす存在とみなされれば、他脸好油哦。あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと。そうなった時、あなたは何日生き延びられるでしょう。少しは頭をお使いなさい。刚敷完面吗？水水的。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点で。
あなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。看他这样被唬住，是不是？哇，这个黑道也是蛮瞎的。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。Jose。哎，他这脸好油。本当にそこまでの組織なのか。你看也不讲是什么组织，然后他就听了就信了。干，这个诈骗集团没什么两样啊。我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。你看，我就知道就后牢大臣啊，是不是？あんたは石松の上司。你看，一ノ瀬と申します。我猜对了。今ここに私が顔を出したのは。あなたを国家丑闻呢、欸？好贱呢、哦！そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は庄野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の。但怎么感觉很像我们现实生活中就是会发生这种事情？好不好？我们这是在我们看不到那个私底下、水面底下，就是充斥了这些有没有肮脏的事情？哎，讲太多也不好，可怜，好过分哦！一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな。医療システム産業開発機構ってわかるか。医療システム产业开发机构就是新药开发中心母机构吧？拜托，很多厂都不厂了吗？是啊，台湾很像就是这样。創薬センター。官商勾结，官商勾结。厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。ねえ。そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が茶壶不凡、谢谢指教。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その影で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ、もう多くの人間に裙带关系啦。你拔一个，然后就会连连根，把所有其他东西都拔起来，所以大家都和他们那些坏人都就是藏得很好，然后都不会就是互相背叛彼此这样。我们再看。为什么会选共理会当实验对象啊？人体実験に好棒哦！这一章十一章又是一个好章节，可以一直听到很多资讯的章节。賞野に指定されたからだ。賞野からの指定？ああ。ハドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だが。ヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、ショーノは罪のない人間に危険な実験はできないってよ。うん。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも。創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。で、その手先になってる兵隊が強霊会。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ。庄野が言ってたんだぜ。いいから頑張って喋れやん。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。進入惩罰時間の。剪鸡鸡，没事。何を喋れてんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、
実際はそうでもないよな。あんたも氷霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは宇春参与攻击共理会的行动证据就是，这个吧，九米吧。第三の犠牲者久米敏郎の検視鑑定書。これによれば死因はアイスピック状の凶器で。你们还记得九米是什么？九米就是共理会里面的那个小弟，我记得没错。ああ、ただそれはモグラの仕業だ。俺がやったんじゃねえ。だ、だよな。哎，我选错了，靠背。喂，八神你在搞啥？あんたが凶霊界への襲撃に積極的だった証拠がある。それは。身材马西巴犯案不明，犯案不明。九米被害人宇春，这个吧，有拍到他。こいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのはなんでだ。防犯カメラに顔まで晒して、あんたらしくもない。は答えてくれ。あの時はモグラが強霊界を二人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かねえ。うん。そんな状況じゃモグラが一人で強霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。请问他是加西莫多吗？他是钟楼怪人是不是？俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて、ショーノのところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ。他们还有其他的实验場。違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。単にモグラの趣味かもな。干，好想继续看哦！我们继续看，继续看，继续看。新谷が。哎，我的前辈的事情。像这样的爱情让我苦恼。なのに、アドデックナインの実験台にされたのか。それとも。あの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは。わ、干你的错、一个还还来啊、一命偿一命、shit。久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもね殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから、俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小野を調べる。哇，他设局给他呢？干，你这垃圾！それじゃあんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか？別に一ノ瀬の名前までは出してね。ショーノの名前だけだ。だがまあ、連中から見や、それも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷はショーノ宛に電話をかけた。さあな。だが勝手な想像ならできる。聞きたいか。想知道、想知道。聞きたいね。Why？ 新谷はよ、
お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も実際に決めた。他也想找到真相嘛。他想要找一个更大的真相去比过这个东西。そのおこぼれで名を挙げた。但好无趣哦。周りの連中干嘛这样？口にはしないが、みんな各司其职嘛，兄弟。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを職場之人、我觉得不止职场啊，那个同才之间也会这样。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか？哎，你们有看过《烙印勇士》吗？《烙印勇士》就是有一段，就是鹰之团的古力菲斯跟格斯他们之间的情。不论是友情还是有没有爱情这个东西我不知道，就其中一个地方就是因为这个他不想输，就是古力菲斯有说过一句话，就是他希望的朋友是类似就是可以并驾齐驱，可以就是一起向前，就是我们不是上下关系，我们是平等的。他说他现在就是鹰之团里面，就是他没有意识到有这种人的存在。然后格斯听到就很难过啊，他就说哈，我一直把你当朋友，可是你不把我当朋友，那我就要就是变强，我要变得更大伟，然后之后才跟你一起并驾齐驱，我才能当你朋友的。哎，详情请看《烙印勇士》，非常好看。但是真的，小心哦，那部很凶，看完可能会做噩梦。お前より先に真実をつかむ。それができて、初めて奴はお前に。好了，阿鲁装了爱用品了，赞，开扁。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして、創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だが、どんな理由にせよ、結果は同じだ。新谷が正野に近づこうとしたことは、すぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。也就是说，是伊之濑下令杀掉新谷风口。干，那垃圾伊之濑。俺としちゃ、もう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには、俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には、綾部を選んだ。为什么要选林布啊？他真的超水，林布超水，他超级水小啊！新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方、死体から見つかる弾。那为什么要放在我的办公室里面？为什么要放在木村的办公室？Why？ するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局、那张黑岩这个角色蛮扁平的哦，一点关系都没有，就是一个很刁难的一个警察而已。誰が信じる？まあな。我以为他会再牵进来。モグラを捕まえて。あんたが今の証言をすれば、啊完了，灰秀厨，火烧家。なんだ、どうした？なんか焦げ臭いな。何？松金組が俺を助けに来た。但又来了，又在那边纵火。怎么汉堡王？看汉堡王，火烤就是美味。ハムラ。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。干他妈少啰嗦，我才是组长啊！あんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら。お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。没错，我已经洞悉全局。連中にしてみりゃ、いくらでも替えが効くんだからな。
そんなわけありませんよ。バカだね、お前は。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。啊，人呢？共理会的人呢？问号。啊，怎么都跑走了？松ヶ根組、下で火つけとるぞ。上等やろ。頭！完了，他背后放 C4 是不是？敵は何や？頭！完了 ，C4 我就知道。哦。哦，好帅啊！他们知道这种攻击耶。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。居然一个也带不走，他绑了四个土制炸药呢，应该炸得死才对的。啊、哦，又要开始跑了。行くぞ、おやさん。おお、ハムラのことは俺に任せろ。幸好这张没有一个跟踪跟那个追逐。我不要乌鸦嘴好了。看他这样泼，会不会泼到自己西装，然后自己烧起来了？那互挥木棒。这场体力中，敌人为了拯救宇宙会攻击松箭，松箭体力降为零，几个啊？不行啊！老爹，你拿枪不帮忙开几下？忘记他只是个魔术师，魔术师不会开枪。我也啦，然后这些组员站在他面前就是我要记邪魔しないでください。这什么啦？这到底什么？这到底什么？你有看到冈木村做了什么动作吗？哇！请问刚那个纸箱上面放的那个字是饭后油脂？尾崎浩二郎。我用我的全力对付你。
哇，灵活的胖子，完了，瓦斯，哇，不错，哎，快点开枪啊，老头！碎了，好亮哦！这个火，好亮！哇，老大，你怎么了？你不是说很会打？他只会跳舞而已。他叫什么？岩崎还是岩冲？卡西拉，果不其然。おやじ。这小弟戏份很多，怎么了？哦，来了哎，蘑菇拉来了哎，鼹鼠来了哎，真的假？哎，这穿着好像护刀，不会是护刀吧？应该不会是护刀了。完了，羽川要被干掉了，要被变变了、啊，还是老爹要被变变了？完了！よせ！谁中枪？老爹，你干嘛？おやさん、なんだてめえは！哦，枪斗术哎 ，CQC， 待ってくれ！开枪。他一定会开枪，我就知道。ふざけんな！干，鼹鼠好帅啊！なんで、なんでこんなこと？さっきのやつがモグラだろう。俺があいつなら、まずおめえの口をウサギにくるって。思った通りだった。そうじゃなくてよ。なんで？原本想把子弹骗走了，失手。我的魔术失败了。お前の話を聞いてて、わかったんだよ。悪いのは俺だ。何が？俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。那并不是想保护这个组，是松金那个羽村头子想要飞人出人头地，想要带这个组往上飞。保护的话根本不用做到这个程度。请你修正你的话，老爹。うすうす分かってた。だが知らんふりして。是羽村求好心切啊！当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。辛かったろう。本当にすまん。お親父、そんな。だからよ。これがせめてもの俺のけじめだ。
親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父、おやっさん、ダボ、もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。あれ。快帮啊！白痴哦。カムロ署の黒岩だ。啊？モグラの正体。啊？啊？我还想说，嗯，黑岩这个角色有点扁平，然后就啊啊，什么？黒岩がモグラだ。何？哎，帮我啊，雨村，你是白痴哦。但神士町又发生了一堆命案。神士町到底是一个，如果在这边就是做一个就是民调，不是民调啊，做一个调查，会发现神士町又发生命案了。到底有谁要住在这个地方啊？这就跟就是柯南里面的米花镇一样，完蛋了。じゃあ松金組長。ダメだね。そんな黒岩の野郎。え、今なんて？完了完了完了！不要多嘴。黒岩。こんな夜中に何しでかしたんだ、ヤガミ。干。なんだと？お前。ちょっとどうしたの？どいてください、ケンジ。彼には少し署で話して。完了、我们要被处刑了，不能到他，不能到署里面了。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの？もし何かあれば、私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ。医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。干！欸，可是他是警察署长呢，黑岩是警察署长，警察署长有这么多时间可以去杀人吗？你们好好想一下，警察署长哦，这个位置很大哎。今夜は災難だったな、ヤガミ。まだ終わってないみたいだけど。不是他黑眼有这么高吗？鼹鼠很高大呢。外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな。今ちょうど鍵が見当たらなくてね。完了。羽村から全部聞いた。何をだ？あんたの正体だよ。直接这样啊！センターの副署長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも。对啊，直接摊牌啊！全部不好吧？如果是我就不会这样子直接摊牌，太意气用事。我还想活命。今夜、あのキャバレーにいたのはなんでだ？あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時、何をしていましたか？羽村を取り逃がしたのは失敗だった。阿神这边是禁闭室、审讯室吧？血を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか、わかりますか？お前はおやっさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな！お前もな！
俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんか。我在想巴士是有窃听器的吗？他刚好特写那支笔，就是录音笔啊。時間の問題だよ。残念だがもちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いて。不是在敌人的本阵这里面讲这种话耶。木村あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。欸、黑岩也很笨耶。黒岩さん、お電話入ってますが。哦、そうか。如果是我，就在这边把八神干掉。如果是我的话，可是要怎么脱身，我不知道。他知道自己还要续作问。今夜キャバレーで起きた火事は、闘場会と強霊会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは、干这黑人的声音也变得好好。干果然是声优厉害。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。干他是有点太骄傲了。黑人是有点太骄傲了。我就不信你就敢放这种人出来啊？尤其是这种在找线索的人啊。看，又是金，好烦啊！哦哟，赶回事务所，我要赶回事务所，我不要理他，不要理他。哎、欸，这张好好看啊！啊，这张一定，欸、我觉得我大概找到这个游戏的规律，就是一张会很废，然后一张会很好看。完了，定时炸弹，完蛋了！不要打开啊，八神！お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。完了完了。什么病毒什么的吗 ？C4。我就知道，完蛋。哦，结果是哦，整人的。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。他是谁？楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私こういうものです。虎牙松酒。おや、ご存知。金兵同盟吗？そうですか。金兵同盟啊。我就知道了。干，我以为是那个跟那个谁啊，跟那个警政署他们是同个势力的，吓死我了。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。好啊。あなたのおかげで最近、我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上、あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。では、お手並み拝見。と行きましょうか、八神さん。八神さん。あ、我就让你见见我的力量。是不是啊？我很厉害不？全部都可以去吃屎！さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました。降参です。あ？そんなあっさり。ビジネスにおいては
引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。讨厌，都给我去死！結局因縁つけられたままかよ。好，快点快点，我要继续看主线，不要在那边搅局啊！杉浦，三浦哎，三浦这角色也真的蛮悬的。我觉得三浦应该也有一些怪怪的背景。何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。整四庭很多哦。昔よく世話になった。整四庭秘医超多的哦。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、カイトーさんが面倒くさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ。他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか。カイトーさんのこと知らせに来ただけだから。不用手机跟我讲就好。八神さんの無事も確認できたし。僕も今日はもう限界。そっか。お疲れ。睡觉。快点，快点，主线，主线，主线。想看。誰？真冬。まだ寝てた。なんかあったか。モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった。すぐに行く。中金主事務所前。八神先生，哇，这怎么了？救命啊，八神先生，大事不好了！你是？凶宅事件的，对，我是大木油箱子八神先生，你是侦探吧？求你帮帮我，请冷静一点，究竟出了什么事？他，胃失踪了，胃失踪了？问号。哎，失踪？胃是你男朋友岛津先生吧？没错，岛津胃，我的 darling， 他失踪了。失踪？他有多久没回来了？两个小时，他已经失联两个小时了。啊，两个小时？才这样而已啊！你在说什么啊？长达两个小时，哎，这可是件大事。哦，总而言之，你先冷静，把事情告诉我吧。说的也是，我知道了。我捍卫经历那起凶宅事件后，变得更恩爱了哦。无法见面的时候，至少每二十分钟都要联络一次。唉，讨厌。二十分钟就联络一次，尽管这样还是觉得不够，但我们彼此都有工作哦，这也没办法。虽然早就知道，但是他们真的好扯。可是今天长达两小时都没有联络耶，有可能是因为工作很忙啊，不是吗？我原本这么想，于是打电话到他的公司，结果他今天没去上班。但我最讨厌、最害怕就是这种人。但他早上明明说要去上班啊，突然没去公司，肯定出了什么事。因此我急忙跑去报警，不过他们根本懒得理我。万一我有个伤残两短，我也不想活了，我不如陪他去死。好，好了，请你冷静。两个小时的话，迟早自己会回来吧。连你这么说，莫非你也是共犯？你把我的大林带去哪了？哎呦，这怎么可能嘛？那就快点帮我找位啊，拜托！再不找的话，我立刻死给你看。知道了，我接受委托。委托费是八万元，委托费是八万元，可以吗？没问题，请尽快找到他。不过现在没有任何线索啊，你用手机也查不到他的位置吗？位置这么一说，位好像有开着 GPS， 完蛋了。咦？他有分享位置吗？啊哈哈！我竟然忘记这回事。我们都为了彼此，我们都为了知道彼此的位置，所以都开着哦。那你可以查一下位置资讯吗？也许马上就能找到他了。没问题，等一下哦。哎，这女的真的是疯子。找到了，在剧场前广场。
请你回家等他，也许岛津先生正在回家的路上。好，八万，谢谢惠顾。没错，八万先给我。说的也是哦。我现在去剧场前广场，有任何消息要请跟我联络。知道了，好，希望马上找到人。啊、我要那八万，给我 ，Give it to me。剧场前广场，这是剧场前广这边了，这边。总力直接碾压，好强！我就跟你讲，阿鲁真的是厉害，厉害到一个不行的角色，很强，真的很强。阿鲁从以前强到现在，从没退过流行。ヤガミさんよ。简单，去死！拜拜！哦，这只手机是岛津先生的吗？啊，来电记录真的都是大木小姐的夺命连环call啊！这肯定是岛津先生的手机，不过好像没有看到他哎。啊，岛津先生的手机响，先接起来再说吧。喂，もしもし，哈哈哈，是大木油箱子吗？你应该担心的要死吧？担心胃的话，就到神士町 Hills 前马上过来。嗯，啊，什么意思？完了，他真的被绑架了，挂断了，到底怎么回事啊？总之，先去神士町 Hills 前吧，在那之前先联络大木小姐。もしもし，喂，大木小姐吗？阿德先生，喂呢？他不在这里，只有手机掉在地上而已。然后有个奇怪的男人打电话来，要我过去神士町 Hills 前。讲完就挂断了。咦？什么？这样就没问题吗？这样没问题吗？他该不会是被绑架了吧？目前也不清楚，但是没有要求赎金呢。我认为不太可能是绑架。不过那男人似乎认定捡到手机的会是你，因此才特意打电话过来啊。这到底怎么回事啊？我也不知道。总之我先过去神士町 Hills 前。我也去。这样啊，我知道了，待会见。好，前往神士町 Hills 前吧。我怎么觉得他们要分手了？可能男生也快受不了了，对不对？然后就突然，嘿嘿，用这个烂方式分手。Missing you, 跑去爱。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。难道哎，神士町 Hills 是哪里？在鞋子底下靠背，难道我就这样痛彻心扉，是自己活该。 Missing you every night。 好烦啊。大雄会售出200万份的快打，会买售出不会。不会。
看，我就跟你讲，我是不会玩格斗游戏哦。黑口有玩呢、欸，人家是日本第一实况主呢，关我什么事？他已经认不得黑口了。哎，你还真别说，哎，我已经大概快4个多月没看 V 了，快4个多月没看 V 了。真低酒，你知道 PNM 是谁吗？麦当劳的 M。哎，他不是在这里吗？嗯？啊？岛津先生，惊喜！八神先生，我找你很久了，你在这里做什么、啊？八神先生来找我，是油箱子雇了侦探吗？现在到底是什么状况？刚才你遗失的手机，我接到了一通可疑的电话啊！原来捡到的是八神先生啊！计划失败了。喂，啊，油箱子惊喜，哪门子惊喜啊？那你跑到哪里去了？你生气了？肯定生气啊！我都快担心死了啊！你该不要跟别的女人见面吧？你胡说什么、啊？油箱子，这怎么可能？那你到底想做什么？啊！等等，油箱子，你闭上眼睛。你要干嘛？哎，这那个假发人跑来了，竟然结合在一起了。别问了，你快闭眼睛，你快闭眼睛一下。到底要干嘛啦？你是德永先生啊？你是八神先生啊？你怎么在这里啊？这件事说来话长，很复杂，就是你又为什么会在这里？我也是我的好兄弟啊，他拜托我来，我是要送他女朋友，我是要送给他，我是他要送给女友的礼物啊？礼物？你吗？啊，其实我们从学生时代就认识了，我知道油箱子是他的粉丝哦，便策划了一个生日惊喜，遗失手机也是计划的一部分哦，啊，所以你才会打电话过去。哎，你们在刚才讲悄悄话，我要闭眼睛闭到什么时候？啊，抱歉抱歉，那么完了，不要这时候，哦、你戴假发啊？不是，那是帽子。八神先生，快追！啊？又要别废话了，我不能用这副模样见他女朋友。你们够了，要我等多久啊？八神先生，快点，油箱子要睁开眼睛了。好吧，好闹哦，这什么烂支线啊？哦哟，故意走这种很难走的路，这个假发有点烦。幸好这次的距离蛮短。拿去。哦，得救了。油箱子，久等了，你可以张开眼睛喽！受不了，竟然我等这么久！嘘！啊！咦，骗人！东明，咦，为什么？这是怎么回事？油箱子生日快乐！他就是我给你的生日礼物哦。那么，我也是为了这件事才……我忙着准备惊喜，所以没时间联络你。对不起哦，油箱子。什么吧？直接跟我说就好啦。说出来就不是惊喜了嘛。油箱子小姐，你有一个愿意花心思逗你开心的完美男友呢。哇，被迫在旁边当电灯泡的我实在待不下去了。不好意思，我可以走了吗？80000块先给我，谢谢。啊，碎啦！啊，好，你可以离开了，这是说好的报酬。我们三个一起吃饭吧，我今天订了意大利餐厅哦。好棒，走吧。好恩爱啊，我一起去没关系吗？当然没关系啊，好不容易把你请来了。结果这一次也被笨蛋情侣耍得团团转。等一下一定会吹掉。咦，是谁？主线，快点！我想要看主线，被一堆奇怪的东西挡住。封锁起来了。
Who？ 谁啊？不是老爹吧？被害者的身元，わかったよ。真冬。教令会の若頭で死をや。哦，岩屋死了。岩屋聪，我刚刚是讲之前叫岩聪。ってことはやっぱり目を。嗯。私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒岩。没有啦，刚刚讲是那个共理会，不是原本那个。原本以为他有多强，然后下去打架，然后就打输，然后跑走那个岩屋聪。那就陪我们一起审讯那个雨村的那个垃圾。黒岩だったよ。モグラの正体。羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分初めは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。でその黒岩を道具に使ってるのが省野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。可是那个岩屋聪比较不一样，岩屋聪是为了封口，他知道太多东西。この間知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。不是你刚刚讲这个，他被盯上，你要怎么办？怎么办？现在无时无刻24小时 always together。この先もまだ続ける気なんだよ、あいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが、実験をやめる気はない。そう言ってるんだ。そんな。ショーノは面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が小野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。好吧，二十四小时 always together， let's go。干，太明显了吧，这些眼线。じゃあどうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。好耶，这张好精彩哦。那这张很精彩了，我们就意味着什么？下张会很难看，你们要有心理准备。不可能连续两张都很精彩吧？看一下阿拉斯基。松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の教令会。再一张，不要啦，就先做个段落了，看能不能存档，能存档就做，先做个段落。モグラの正体を明かした。カムロ省組織犯罪対策。喉嚨已经快不行了。黒岩。最近喉嚨状况很差。松金組を奪ったその男は、アドデックナインの巨大な利権に守られている。哇，东城会总部啊，怎么都没有人？松金组组长的丧礼怎么都没人？東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。好難過。松金組は後目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやすさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやすさんは
40年来の親友。哇，原田律师还有这种身份。海藤さんは中学を出てすぐに親父さんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後、親父さんを守ることを自分の役目だと考えてきた。干户看不顺眼。俺たちには誰が親父さんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのは。欸，感觉要到最后了呢，感觉应该剩两三章就结束了这个游戏。你看，事情都已经白热化了嘛，剩最后找证据跟就是把证据讲出来开庭的那个部分。这个苦差是叫 dirty work， 不是肮脏肮脏活吗？新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その。後半全整理手続きが始まっていた。这一章是出庭ね。一般人からなる裁判員の負担を減らすため、事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり、俺たちは裁判までに全てのカードを揃え。その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのか、モグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。うん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東条街のヤクザに便宜を図ってやってた。怎样？该不会是伊达吧？金と女。あ、是哦、あぶ。カムロ町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いで、さらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって、今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。干，黑眼真的很鸡掰。今日はここで別れよ。俺とイチャ、星野君まで危なくなる。大丈夫ですよ、そんな。完了，星野，不要，你在立 flag。わかってる。来啦，今晚一起睡啦。那个真东也一起，有没有？大家一起在一起，大家都待在一起，这样最安全。好，刚好可以存档啊。那今天差不多就开到这边喽。好精彩哦，就是一张很难看，然后一张超精彩，然后精彩到就是我不知道该说什么，把所有东西都摊开来了啊。那下一张不知道会怎么演。好，今天开到这边啦，晚安喽，各位，拜拜。